90年が東出先生の5着、うん、で92年が、確かこうちょっと張って失格っていうのがあったね、はい、泉田選手はこの中で、92年の1番で優勝してるんです。優勝経験のある選手はそういったところなんですが、今年記念優勝があるのは稲村選手の平塚、そして内林選手の甲子園ということなんですが、さあ誰がどんな競争で、そしてここは最終レースです。バンクの中で、木島さんに嬉しいその喜びの声を聞いていただくわけなんですが、その優勝インタビューをお届けできるでしょうかね。最終第11レース、いよいよ S 級決勝戦です。さあそれではこの競争も東京伝説の相良さんに実況マイクを渡します。お願いします。さあ決戦の時がやってまいりました。開設46周年記念前節、いよいよフィナーレを迎えております。ファイナルステージ S 級の決勝戦、次々と9名のトップレーサーがスタート台に到着しました。さあそれでは勝ち上がってまいりましたトップ9ご紹介いたします。初日は見事な逃走劇、パワースピード抜群です。群馬稲村成弘、徹底先行が新庄、今シリーズナンバーワンの機動力、愛知馬淵則明、地元期待のレース巧者、箱で回って記念競輪初制覇にチャレンジです。地元の東出武史、逃げてよし、まくってよし、自力勝負でエンジン全開、福岡古川圭、地元ラインの3番手から直線勝負だ、地元の佐藤光三、連日強気の番手勝負、ハンドルさばきは絶妙です、神奈川藤田和彦、4コーナー勝負に持ち込んでゴール前一気に駆け抜けろ、滋賀の内林久則、初日2日目と先行逃げ切り、もちろん目指すはパーフェクト、地元泉田喜一、気迫とガッツの番手勝負が持ち味です。三重の佐久間重光、以上9名トップレーサーによる S 級の決勝戦、果たしてゴール戦場先頭で駆け抜けるのは、上体を起こして集中力を高めていきます。さあ号令がかかって前傾姿勢です。5歩なりました。第11レース S 級の決勝戦の火蓋が切って落とされました。インコースから稲村が上がっていきます。初日は吉岡馬淵相手に見事な逃げ切り、準決勝は3着と危なかったんですが、バンクレコードです。上がりタイム9秒0、上がりタイム9秒0を叩き出してバンクレコードを塗り替えている1番の稲村成弘、パワーは抜群。後ろに2番の馬淵典明が詰めていきます。準決勝は桜井の番手にはまって展開恵まれたものの、本来は徹底先行型2番の馬淵です。後ろからゆっくりと6番の藤田が上がっていきます。予選競争準決勝と巧みなハンドルさばきが光ります。6番の藤田、1番の稲村に狙いを絞ります。馬淵は引いて3番手、この後ろに9番の佐久間が上がってまいりました。徹底先行馬淵マークから優勝を狙います。三重の佐久間重光です。後ろに内林、馬淵ラインの3番手でも十分射程圏内です。差し足ある7番の内林です。そして中段の伊豆に位置に構えた地元の伊豆崎一、連日先行逃げ切り、素晴らしいパフォーマンスを見せております。8番の泉田、後ろはもちろん3番の東出武史です。独占競争が3着、準決勝2着と勝ち星はありませんが、今日は泉田がいます。3番の東出、地元記念初制覇に挑みたいところ、東出です。東出の後ろに5番の佐藤、地元ライン3番手をがっちりとガードしていきます。地元3名鉄壁のラインを引いていきます。そして最後尾に4番の古川圭、先行まくりと今シリーズ絶好調、波乱があるとすればこの古川あたりの一発です。4番の古川最後尾回り、綺麗な一本棒が出来上がっております。第11レース S 級の決勝戦、1番稲村の先行体制、2番手6番の藤田、2名のラインです。徹底先行馬淵には佐久間と内林が追走していきます。そして後ろに地元勢、泉田を軸に東出武史、佐藤光三とがっちり固めていきます。最後尾まくり一発がある4番の古川、先行力もあります。さあペースが上がってまいりました。残り2周を切りました。馬淵が上がっていきます。徹底先行馬淵、1番の稲村も突っ張っております。稲村先行佐久間、2番手に6番の藤田、さあ泉田が踏んでいく、
泉田踏んでいく、マークはもちろん3番の東手、後ろに5番の佐藤、さあ1番の稲村はバンカー争いか、インコースもう一度上がっていく、稲村の先行、稲村の先行だ、8番の泉田、泉田は3番手に入った、稲村先行、2番手に6番の藤田、1番6番、3番手泉田はまくり展開、後ろに東手、そして5番の佐藤、地元ラインがまくっていく、間渕は後方だ、間渕は後方だ、さあ泉田まくっていく、インコース切り替えた、東手はインコース切り替えた、さあ稲村が先頭、最終コーナーを回った、インコース救った、東出だ、東出だ、東出だけ勝優勝だ、インコース救いました。地元記念初制覇か、3番の東出武志、稲村のインコースを救いました。3番の東出武志、ファンの声援に応えております。開設46周年記念チャンピオンは地元の東出武志、地元ファンの声援に応えて右手を挙げております。チャンピオンは3番の東出武志、コーナーは異常なしの白旗です。はい、実況は相良さんでした。それではゴールもう一度スロー VTR でご覧いただきましょう。1番の稲村選手有利かなと思ったんですが、インすかさず入ってきました。さすがこのバンク知ってますね。東出選手がゴール1位で飛び込んできています。さあそして2着なんですがどうでしょうか。5番1番あたりではないかと思うんですが、さあ佐藤浩三選手にっこり笑ってますけれどもね。3番の東出選手のウィーニングランかなというところでしたが、審判からの正式な結果発表、しばらくの間お待ちください。稲村選手8番のその泉田選手の動きを封じて逃げる形となって、もうこれは1番6番の勝負かなと思ったんですが、すかさず2着5番佐藤浩三、3着1番稲村成弘、連勝短式3と4の組で850円。第11レースは連勝短式3と4の組で850円でした。はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。地元での優勝となりました。まずは喜びの声をお聞かせください。そうですね、初日2日とお客さん の期待に応えられなくてまずい競争が続いたんですけど、今日は泉田君が頑張ってくれたおかげで、まあ、構造とワンツーが決められたのも皆さんの声援のおかげだと思ってます。これからもよろしくお願いします。はい、見事ファンの皆様に応えたレースとなりました。それでは次の目標を含めましてファンの皆様にメッセージをお願いいたします。そうですね、この後また9月にも地元の千葉の記念があるので、連続制覇できるよう一生懸命練習しますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様拍手をお願いいたします。それでは引き続きまして